疲れてお風呂にも入らずにうたた寝してたらいつの間にか眠ってしまった悲しいことがあったんだね小さな肩が震えてたうつ伏せになって泣いたりするから畳がびしょ濡れさ訪ねてもいいかいそんな夜には訪ねてもいいかい君の一人きりの部屋へ心配させてたところさ。